はじめまして。こんにちは。こちらこそよろしくお願いいたします。またキャプチャーソフト持っていくの忘れました。ニロキング、プクリン、ナッシー、キューコン、ハレパですね。ハレもちょっと考えたんですよ。そのためにね、不思議バナを持ってきて、揚力層多分最速が不思議バナだったと思って、そこら辺で来ようかなと思ったんですけど、ゴロニア先発ですね。で、プクリンとニロキングが、ステロ負けますね。キューコン来た場合はおとなしく自信打ちますか？ステロマック必要性はないですね。ナッシーをどうするかか。ナッシーってでもウェザボないよね。ストライクがどうにかしてくれるかな。草。エスパーだから。ゴローニャを先発で行く意味か。いや、ゴローニャ先発で行きます。おー、いい曲だ。で、これ結局またね、続けて撮ってるんですよ。で、まあ、多分もう皆さん見てる頃には知ってると思うんですけど、なんかすごいいっぱい撮って、毎日コースみたいな感じでやっていこうかなと思っております。キューコンですね。ソーラービームが来ますが。ひでり。まあ、5ターンで終わるんでね。ターン稼げればと思います。自信打ちます。ゴローニャのね、ガンジャー取っときたいでしょ。で、そうすれば、ヒデリのターンが2ターンかな。はい、頑丈。で、キューコンですね。さあ、これとりあえず、晴れの追加はなくなったんで、で、一旦消費しました。で、ゴローニャが次のターンでもなくなりになって2ターンか。あと3ターンをどうするか。ナッシーですね。おめえがさ、なんか岩技とか持ったりするとちょっと困るんだよね。まあ、帰る必要性もないでしょう。大爆発！最高記念室。はい。最高記念室で一発で落ちるパターンはちょっと想定しねえな。どうすか。2ターン経ちました。ラプラス出して、露骨にソーラービーム誘ってストライクで受ける？ナッシーってでも特攻結構あんだよな。いや、ストライクだな。一発は耐えるだろう。踏んでます。銀色の風打ちます。眠りごら！よし、受けた。おっぶね。そっか、それがあんのか。よっしゃ、これでとりあえず晴れが怖くない。上がってもいいんだよ。あーん。睡眠対策は、スリーパーでどうにかしようとしました。やる気です。さあ、特殊がバレた。大変だ。相手のパーティー忘れました。ニロキング。ニロキングがステロマックか？メタクサじゃどうしようもないですね。スリーパー素早さ負けてんな。サンダース、メザゴ氷持ってないですね。ツバメ返し。削ろう。うん、解放者。なるほど、特殊型だった。燃やされた。なんで君は待って、ちょっと待って、強さを見る。157のアクロバットがタイプ1、130、待って、つばめ返しがそもそも、あれか、タイプ1で145になってるから、届かねえんだな。そうするとどうするかな。スリーパー？いや、特殊だったら D 高いスリーパーで行きましょう。死ねの頭突き。
大地の力があるか。いや、でも一発は耐えるっしょ。もしかしたらヘドロウェーブ。引くかもしれないと思った。押し、効かない。シネの頭突き。でもシネの頭突き外れるからな。こいつはなんと攻撃型だ。よし、シネドキングと、バー、とりあえずアタッカーっぽいやつ3体突破しました。よし、日差しも戻ったけど、日差しはもう正直関係ないと思う。あと、プクリンか。ね。君や。君はあれでしょ、いろいろ眠りとか厄介なことしてくるんでしょ。どっち勝ってるかな。よし、勝っている。グローパンチ破壊光線だ。なんてこった。それはまずい。お、耐えた。マジでプクリンさん、ドレインパンチ。ほらー、アタッカーだったか。いいよ。俺大好きそういうの。だけどちょっとひるみください、ひるみ。シネの月。ほら、ひるめ。しゃあ、ひるんだ。音声認識。おう。CS グッパーじゃないよな。HC かな。キングラーか。キングラーか。サンダースがいますね。じゃあ雷パンチ打って捨てれ。クラブハンマー外れない。97当たった。97当たりやすいか。しょうがない。はい。で、サンダースいきます。いや、お相手のパーティーあと何がいたか忘れちまった。シマンボルト打ちます。オッケー。キングラーは確かね、50しかないんですよ。 D が確か D と S が50だったかな。あれ、じゃあ S 振ってあんのかな。そしたらあのプクリン何だったんだろう。 B シーブマチャンプだったな。マチャンプだったな。あくび打ちます。もうラス1、まあ、多分パート1でも言ってると思うんですけど、ラス1催眠しないのはもうバカだから。そんなところでちょっと勝ち逃すとかありえないんで。で、オコリザルですね。いや、ラプラスからだったかな。ここはまだ動くんだもんね。アクロバット。あ、やっぱ耐えるな。そう、ここは動いちゃうんだよ。あ、でもこれで寝るんだったらいいか。倒されてくれるんだったらいいや。寝てからの方が良かったかなと思ったんですけどね。こっちで正解だったわ。で、フリーズドライつぶてれ。フリーズドライで落ちなくてもつぶてれ大丈夫でしょう、さすがに。よし、オッケー。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。ミッチェルさんですね。あとは、ニドキングに、カイリュウに、カミゴンに、パーシェンに、ウィンディに、サンダース。パルシェンとね、ゴローニャが勝ち合っちゃった場合だけちょっと嫌なんですよね。ツララバリで多分落ちる可能性があるんですよ。サンダースか。ラプラス先発でいいかな。あー、でもロックブラストか。サンダース、ニドキング、ニドキング、ニドキング。たまには違うのを先発でいきたいところなんですけどね。でも、俺は、あー、でも絶対ね、カイリュウがいるからね、ステロをまくっても決めてるんで、ステロは巻きたいんですよ。ニドキングが出てきちゃった場合、スリーパーがそこまで今回は役に立ちそうにないから、パルシエンってそんな素早さ良くないんじゃないかな。あ、どうしようどうしようどうしよう。うわー、ゴローニャ先発になっちゃった。これ間に合うかな。間に合わなかった場合って怒りたるからなのかな。ギリギリ間に合ったかな。いや、ステロ絶対巻きたいなー。いや、初発持ちが出てくるのかな。
意外と短いな。多分1分だったよね。はい、ゴローニャからいきます。ニドキング、ステロ対決になってしまった。自信を打たざるを得ない。自信を打ちます。ニドキングでステロ巻くのか。あ、お前がもう先に巻くのか。じゃあ自信だ。さあこれでニドキングが倒しました。カイリはもう出てこねえっしょ。でステロがもうあるから頑丈はもう期待できないんで、海竜出てきちゃった場合はどうするかな。スノー、何カビゴン。ステロ負けますね。ステロ前から爆発できますね。ステロします。 S 振ってあるっぽいからどうにかなった。でもともとカビゴンの方が遅いんで、のしかかり頑丈を潰してから自信で決める作戦ですが、とりあえずどうにかなりましたね。大爆発します。あわよくば麻痺で先手取れればいいパターンだと思うんだ。うん、いい削りだ。自信打ってるかな。呪いか、積まれた。あらら、自信あれだったか。いやでも結構削ったからな。であれだけ削れるであろう怒り猿をノータイムで出します。ノータイムじゃないですね、ちょっと考えましたね。何がいたかな。忘れちゃったな。なんでキャプチャーソフト忘れるかな。受け出しで出てこないでしょう。捨てだろう。アクロバットで届くかな。インファイト打つか。でも海流が早いとこ多分出てくると思うんだよな。もうステロで丸助期待できないから。パルシェンがまだいるのか。はい、ドラゲナイクが出てきました。あー、神速か。耐えるかな。ラップラス。激流打たれてたらもうどうしようもねえしな。激流打ってくる可能性全然あるよな。でも神速だと思うんだけどな。竜の前、あ、やべ、エッジ打ってきゃよかったぜ。ドラゴンクローか。すぐ手を打ちます。先制技持ち、あと何があったかな。激凛。神速だと思ったんだよね。神速だと思ったんですけどね。激凛か。誰残すかになってくるなこれ。ストライク。またストライク捨てるのか、これ。真空波打てるんだよ。スリーパーか？あ、また忘れちゃった。相手のパーティー次第だったな。本当はあそこでね、アクロバット打っとけば怒り猿で、ストーンエッジ打ったんですよね。でも外れてたら竜前で結局やられてるから。で、激凛が次のターンで止まってくれればいいけど、止まらなかった場合、2体死者が出るんだよな。で、あと8秒しかない。スリーパー。よし、死ね、打ちましょう。4体もいるのか。できればここでもうピオレ。もうピオってペチンしてくれるしかもうちょっとあれがない。ピオレ。よし。で、ストライク切ろう。君はもうあれだ。
あれがあれであれだ。いや、これね、止まってくんないともう負けらんですよ。海竜で、負けるときは海竜に戦線を破壊されている。スラメ返し。ペチンペチンペチン、やったー。うわ、強っ。よし、とりあえず最低限に、あれは進みましたね。パルシェン、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 ジュテーン。あ、サンダースだった。いやー、サンダースいたのか。いやー、もうあれですね。ストライクさん、あー、でも、もう一回繰り出せますね。サンダースでいきます。地味なんか奇数だったのがちょうどよかったな。はい、ボルトチェンジ、ピッキュン。で、後ろに対してアクビを入れましょう。サンダースをそのままに座ってくれてもいいです、アクビ。なんだろう、控えめなのかな、みんな。メザッパ、氷だよね。メザッパはね、そんな効かないんですよ。さっきそれは打ち合いで知ってるんで。シャッドーボール。あ、同速系か。サンダース捨ててもらった方が助かるんですよね。で、寝ました。で、連打していきましょう。ここのターンは起きませんね。はい、で、次で起きちゃ、あ、次で起きても大丈夫なのか。もう一発は耐えられるから、できればここは起きないか、またこっちが先手を取りたい。シャドーボール、はい、オッケーです。パルシェンが出てこれないから最後か。それともあれかな、粒手で出て届くと見て出てくるかな。あー、ケオス、絶対違う。あ、ウィンディか。神速だ。ステロが入る。できればそれ、オコリザルに合わせてほしかったんだよな。オコリザルの方が多分早いと思うんですけど、どうでしょう。神速は耐えてほしい。お、なかった。10万ボルト。あー、届かないか。届かない、届かない、この想いを。まあ、しょうがないね。真空波で届きますか、あれ。でも、怒りざる行くしかねえよな。ストライクは出せないよね。ストライクは出せない。さっきは神速打ってこなかったけど、多分神速に届かないかもしれないから打ってこなかっただけで、その可能性で死ぬ可能性があるから、ここは打てないでしょ。そしたらここは命中安定のアクロバット打ちます。あのさ、パルシェンが B 特化なのかな？スキルリンクよりもシェルアーマーの方がアレな気がするんですけどね。今回はいいと思うんですよ。彼破れないじゃん。で、パルシェンですね。そう、パルシェンにもステロが入っていきます。すごい、その怒り猿が早い。なんて君は便利なんだ。怒り猿が強いぞ。鼻ピクピクしてるぞ。目がカイロスに似てるぞ。やった、いけ。倒せなくても後ろで真空波が控えている。やった、強い。昔ポケスペであのトゲが折れるあれありましたよね。カンナだったかな、パルシェンかなんかで。はい、対戦ありがとうございました。